郡上八幡の城下町の方から、約 1.5 キロ歩いたところに、あります、長良川鉄道の郡上八幡駅でございます。ここまでやってまいりましたけれども、まあ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 平坦な道だったんで、そんなに大変ではなかったんですけれども、歩いてまいりまして、まあ列車の本数は少ないのでね、13時27分発、の列車に乗りまして、これから美濃市の方に向かいたいと思っております。まだ1時を過ぎたばかりですので結構時間があるのですけれども、まあ、少しのんびりしたいと思います。この跨線橋がいいじゃありませんかね。この 木でできた木造のこれがね、これ駅舎の横なんですけど入っちゃえるんじゃないですかって思いますけど、まあまあまあどっちみちこれから乗るんですが、いやーいいなあ、風情があって、まあ、あちら止まってんのがあれですね、長良川鉄道の車両、あの長良というやつですね、まあ、イベント列車等にも使われる車両でございます。美濃市駅に降りました。駅自体が登録有形文化財になっているようですね。ということで、いや人がいないんですよ全然。ということでですね、美濃市、こちらの方はですね、うだつの上がる町並みなんていうふうに書いてありますけれども、まあ、うだつというのはですね、これですよ、あの家の軒これね、のとこに作られてる、なんて説明したらいいんでしょうかね、よくわかんないんでしょうけども、これでございますね。でまず最初は、まあ私鉄道マニアですからここです。はい、旧名鉄美濃駅ね、こちらの方に行ってみたいと思います。はい、早速見えてまいりました。旧名鉄美濃駅、こちらにですね、名鉄の美濃町線というですね、路線が乗り入れて、いたのでありますが、いやもう見えてますが、ほらすごいですよね。はい、あの美濃町線というのはですね、岐阜市内の路面を走るその岐阜市内線というのに乗り入れておりましたので、この路面電車タイプのですね、ワンマンカーが、ずっと走ってたということなので、こちらの方ですね、まあ中入れますので、行ってみたいと思います。まあ、もう外から見るだけでもあれなんですけれどもね、さあこちらです。旧名鉄美濃駅、なかなかいい風情のある駅舎でございますな。ということで、入ってみたいと思います。こちらがですね、も512という車両でございまして、ほらこれ丸窓電車というふうに呼ばれてるやつなんですけど、いやー一番見たかったのこれなんですよね。いやよいしょ、こんな感じで並んでおりますね。右側のやつはもう本当に、まあ、各地にありそうな路面電車って感じですけども、これがね特徴的なんですよ。すごくね、なんて言いましょうかね、こうスリムでしかも丸くなっててですね、あの先頭が、なんか何とも言えない味わいがありますでしょ。これがいいですね。で隣の方、これがあの晩年の方まで活躍していた車両ですね。これもよく見たタイプですね。非常に細長いですけれども、はい、
601と書いてありますが、まあこんな感じですが、そうね、まあ線路がこうあってこっちに道路が走ってますんで、そっちの方に線路が伸びてたんでしょうかね。ここ美濃市はですね、野口五郎さんのふるさとらしくてですね、可否がありますね、私鉄沿線の。なるほど、50周年ということで作られたみたいですけど、いや駅前全然人がいなかったのにこっちにしたら結構人がいるっていうですね、ところがありますけれども、さあこれがうだつというやつですが、また逆光になってしまってて見えづらいですけれど、はい、見えますかね、これです。もともとはこの隣接する家との間に作られた防火壁の役割をするものがうだつというものだったんですが、ご覧のようにですね、すごく装飾が施されるようになったのが、江戸時代に入ってからだそうです。ですから、そういうこの装飾のついたうだつがですね、高くなればなるほどそれだけ、その家に勢いがあるということですから、出世をすることを指してうだつが上がる、逆に風災の上がらない、出世ができない、ということをうだつが上がらないというふうに言うようになったわけです。はい、ここ美濃はですね、中世の頃から高級和紙の産地というふうになっておりましたもんですから、あちらこちらにですね、この和紙のアートがあるんですよね。なかなかすごいもんですよ。ほら、ね、これ全部和紙で作ってんですもんね。こちらはなんか花火となってますけどね。いやー、素晴らしいですね。なってて取りづらかったんですけど、見づらかったんですけども、こちらからですと、まあ比較的よく見えるかなと、このうだつが連続してる感じですね、と思います。杉原千畝、美濃市生まれだったということなんですね。命のビザで有名な人ですけどね。なるほど。はい、うだつの町並みの方から、下ってまいりましてですね、川が見えておりますが、長良川です。この長良川のですね、川岸に立っております。これがおーっと、この高いこの木造の建物ですが、これが何かと申しますと、灯台なんです、これ。川港灯台というふうに、言いましてですね。別名を川港灯台、神槌港という、まあ、ここ、神槌という、川の港があったところでありまして、で、ここに作られた、川港の灯台ということだそうでございますが、またこの木造のこれ、素晴らしいですよね。ということで、時間があまりないんですよね、実を言うとですね。地方に来ますと、そこのところが問題になるんですよね。列車の時間が迫っておりまして。ということで、そんなにのんびりもしてられないので、見るだけになっちゃいますかね。ちょっと今、修復工事中なんでしょうか。青いネットをかけられておりますけれども、ですね、こちらに見える橋、見えますかね。ちょっと拡大してみましょうか。はい。あ、隠れすぎた。よいしょ。はい。あちらの橋がですね、美濃橋といいまして、あれ自体も、重要文化財に指定されている、そうですね。はい。吊り橋なんですよね。ということで、結構古い吊り橋ということで重要文化財になっているようです。
はい、ということで、美濃市のレポートは終了とさせていただきたいと思います。もう夕日に近くなってまいりました。綺麗ですね。はい、ということで、リスナーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。レポート終了ですと言ったんですけど、見てくださいこれ、光景です。いやーすごいなこれ、ちょっと感動しちゃったんですよね。はい、これから、美濃市始発の列車に乗りまして美濃太田まで行きたいと思いますが、これ GJ エイトマンつってね、あのあれですね、桜ももこさんの書いたキャラクターですね、これに乗っていきたいと思ってます。あーなんか向こうにはあれか、もう現役を終えた、多分廃車になっちゃったんだろうなあれな、っていう車両も ありますけれども、さあということで、今度こそレポート終了です。